よいしょ。あ、今日も疲れたね。今日も疲れた。今日のお夕飯はホットモットの海鮮天とち丼でございます。いつもね、天丼が張ってる時期は必ずこの天とち丼も一緒に発売されるね。はぁ、もう喉が渇いて喉が渇いて。はい、お疲れ様です。うめっ、うめっ、おいしいわ。いや、いや、海鮮天とち丼オープン。おお、美味しそうっすな。ではいただきたいと思います。ああ、七味唐辛子ついてるから全部かけよう。それではいただきたいと思います。まずはエビから。天とち丼です。いただきます。うん、素晴らしい、美味しい。タレはあのカツ丼とかと同じタレらしいですよ。いいね、一年に一回天とち丼を食べる。うん、今日ホットモットすごい混んでた。なんか怒ってる人もいた。まだとか。怒ってる人がいるとあれだよね、あのレジの人ってかわいそうだよね。ひたすらに自分一人が文句を言われなきゃいけないっていう、ね、自分一人がレジの人が悪いわけではないんだ、ないんだろうけどさ。でもレジにいるとひたすら文句を言われなきゃいけない。嫌なポジションだね、あれね。お、この魚なんかホッキとかいう魚らしいです、これなんか。うん、サワラじゃなかったな。でもホッキなんて普通スーパーで売ってないもんね。ホッキなんてさ、聞いたことない。うん、聞いたことない魚だけど美味しゅうございます。
美味しかった。来年も発売されたらまた食べたいと思います。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。